こんにちは。第73代竹野内の好きな竹内睦之です、今日は第28代内閣総理大臣若槻礼次郎の話をしたいと思います。西暦では1931です。この時満州事変が起きました。なんと日本軍が満州に国を作ります。やったのは関東軍参謀、戦争の天才、石原莞爾です。圧倒的な奇襲戦法で勝ちました。圧倒的です。圧倒的です。満州事変が起きました。事変というのは宣戦布告のない戦争という意味です。それが事変なんですが、実際はもう完全に戦争です。しかも石原莞爾この時課長になってません。課長補佐です。課長補佐が一国作りました。日本軍、帝国陸軍、恐るべしです。課長補佐が一国を作ったんですよ。そんなことを友達の石原莞爾にやられて納得できない男がいました。友達ですから。趣味が革命、趣味が革命、橋本金五郎が立ち上がります。10月事件です。橋本は桜会を作った後、ついに完全に国内で革命を起こそうと思いました。しかし事前に作戦が漏れ、橋本がいる料亭に陸軍がバンバンバンって入っていって、橋本金五郎を見つけ、中佐殿、何をする気ですかって言ったら、革命だ、革命だって言い切りました。中に入っていた組閣名簿もありました。総理大臣は誰誰とか、大蔵大臣は誰誰とか、大川襲名でした。大蔵大臣はで最後に参謀総長石原莞爾って勝手に書いてました。大迷惑でしょ、石原莞爾にとっては。そういう10月事件があったのが若槻礼次郎内閣です。若槻さんってすごく運の悪い総理大臣ですね。いつもそう思います。毎回毎回大事件が起こってて、全然自分悪くないんですよ。自分全然参画してないんですよ。勝手に満州事変が起きて、勝手に10月事件が起きて、一体何なのこれ。それではまた次回、竹内さん。